昨今、世間では省力化が掲げられており、無駄を省くことを是とする風潮がありますよね。それは、軍事的な部分でも例に漏れず、日本の最新鋭ステルス護衛艦である、のしろは、ステルス性能と省力化を両立する勝れ者で、すでに進水式を終えているのです。今回は、今後、海上自衛隊の構図を変える存在である、護衛艦、のしろの特徴について、詳しく解説していきます。海上自衛隊の藻が、身型護衛艦の3番艦に該当する艦艇が、のしろと命名されたのは、2021年6月22日のこと。同日、建造を担当した三菱重工業の中崎造船所において、こののしろが進水を迎えたことを、多くのメディアが報道した。ちなみに藻が、身型護衛艦の1番艦である、神は、2021年3月に、2番艦の熊野は、2020年11月に、それぞれ順番が逆転しながらも、進水を終えている。この両艦は、2022年3月に、就役を迎える予定で、3番艦の、のしろは、その1年後である2023年3月に就役する予定だ。ここで、のしろの諸言について掘り下げていくのだが、のしろは、基準排水量3900トン、満載排水量5500トン、全長 132.5メートル、全幅 16.3 メートルの艦隊となっており、ディーゼルとガスタービンを併用した機関部を採用している。これにより、合計馬力は7万となっており、最大速力は、およそ30ノットと伝えられているのだ。さて、水上戦闘艦について、海上自衛隊では、護衛艦と一括りに呼ばれているのだが、諸外国の海軍の艦艇として見るなら、のしろを含むもが、身型はフリゲート艦に該当される。このフリゲート艦の位置づけとしては、駆逐艦とコルベットの中間といったところだ。海上自衛隊の護衛艦が担う役目の主なものとして、弾道ミサイルの防衛が思い浮かぶと思うが、これは、イージスシステムを搭載した混合型、アタゴ型、マヤ型が該当し、これらは、すべて、アメリカのアーレイバーク級ミサイル駆逐艦をベースに作られたものとなっている。これらの艦艇と比較したところ、のしろは小型であり、それゆえに小回りに長けた、多目的な艦艇であり、今後の海上自衛隊にとって主力になると期待されているとのこと。その期待からか、すでに22隻の建造が予定されており、量産が図られるようだ。海上自衛隊の区分として、も、が、身型は、FFM という、艦首記号が用いられている。ちなみに、前述し、玉屋型等が、DDG、ミサイル護衛艦、出雲、型などが、DDH、ヘリコプター搭載型護衛艦とされる。も、が身型に用いられる FFM という、艦首記号だが、これは、フリゲート艦を表す FF と、マインやマルチバーパスの頭文字である M を組み合わせたもの。多用途であり、機雷の敷設や除去機能が備えられているため、この M が加えられたというわけだ。さらに、もが、身型護衛艦は、新たな時代の艦艇にふさわしいものと言える。というのも、冒頭で紹介した通り、世間では省力化が推進されており、実際、毎級の阿武隈型護衛艦の乗員総数が120名であるのに、対し、もが身型は、そこから30名を削減した90名での運用が可能となっているのだ。また、この90名のうち、1割が女性自衛官であることを想定しているとのこと。昨今、海上自衛隊が
定員不足に悩まされていることを考慮しても、この省力化は非常にありがたい計らいと考えられる。また、同警官の管内の仕様を統一することにより、乗組員が複数の艦艇に対応できるようにもされており、効率化も目指しているようだ。ここで、毎級であるアブクマ型について掘り下げておくと、1989年から6隻が収益中となっており、基準排水量2000トン、満載排水量2900トン、全長 109.0 メートル、全幅 13.4 メートルの艦隊で、機関部の合計馬力は 3.63 万馬力であり、最大速力はおよそ27ノットを記録している。比較してみると、このアブクマ型は、能代よりもさらに小型でありながらも、130人もの乗組員を搭乗させていたことになるのだ。そのことを考慮しても、能代では、3割近い人員の削減に成功しており、運用効率に優れていることは、言うまでもないだろう。が、身型の特徴として挙げられるのが、そのステルス性能を追求した姿で、艦橋をはじめ、船体上の構造物が傾斜のついた直線を基調としているということだ。これにより、全体的にすっきりとした印象を受ける。とはいえ、このようなフォルムは、昨今のフリゲート艦に多く見受けられる仕様であり、いわばどれも似たようなデザインとなっている。このことから、僕個性的になってしまっていることは、個人的に残念に思うところだ。ここで、能代の兵装面について紹介していこうと思う。主砲に備えられたのは、62口径5インチ単装砲が1機、近接防空ミサイルのシーラムを1機、4連装の17式艦対艦誘導弾発射塔を2機、3連装の HOS303 単魚雷発射艦を2機である。また、能代も、ガミや、熊野、と、同様に、マーク 41VLS を16セル搭載可能な仕様にはなっているものの、ミサイルの選定、予算上の問題により、搭載は後日となっている。このマーク 41VLS が装備された場合、従来よりも、大幅な延伸を果たした艦対空ミサイルや艦対艦ミサイルの搭載が可能となる。これにより、敵と最前線で戦う能力を得ることにもつながるため、大きな戦力としても期待が寄せられている。さらに、対潜水艦用の装備も充実しており、前述の3連装の HOS303 単魚雷発射艦2機の兵装に加えて、敵潜水艦の探知を可能とする OQQ25 型の水上艦艇用ソナーシステムが搭載され、ため、索敵にも攻撃にも対応できる能力が備えられているのだ。加えてもが、身型は、機雷戦の任務も担うことが可能となっており、OQQ11 型の機雷専用のソナーシステムと、機雷捜索用と排除の2種類の無人機を運用可能としている。従来まで、機雷戦は、もっと小型の専用の掃海艇等が行っていたのだが、が身型は、それにも対応が可能というわけだ。この機雷の、浮接や除去といった能力は、尖閣諸島や南西諸島の島嶼部防衛を想定されたものであり、機雷による海上封鎖や、逆に、除去による上陸作戦の支援等が見込まれ、近年軍事拡大を図っている中国を考慮して備えられたものと言えるだろう。近年の艦艇は、艦尾にヘリコプター用の甲板と格納庫を備えているのだが、能代も例に漏れず、各種の哨戒任務も担えるよう、艦載機として、哨戒用の SH60 キロヘリコプター1機を搭載している。